はい、今日はですね、ちょっと短めの動画にしたいんですけども、長尾隆さんのですね、元議員の、チャンネルの、YouTube の動画見まして、1月30日のですね、台湾有事は日本有事発言を疎ましく思う輩たちの企てと、こういうタイトルの動画が上がったんですけど、中身はですね、安倍元総理の銃撃の、背景というか、誰が亡き者にしたのかという、結構衝撃的な内容で、こういうタイトル、台湾有事の、タイトルつけたのは、いろいろ YouTube の規制がかかるっていうところを想定してのことだと思うんですね。でこの動画の中でも、バイデンさんのことを、梅ちゃんって言ってですね、それもちょっと引っかかんないようにしてると思うんですけど、簡単に言うとですね、この安倍総理銃撃の裏にはバイデン政権がいるんじゃないかという、そういう話ですね。はっきりとは言ってないんですけども、そうじゃないかと。でそのこれ私のいろいろ想像とかも入った上での話だと思ってもらいたいんですけども、要はですね、ちょっと前回のルトワックの動画でも話したんですけど、安倍元総理は台湾有事は日本有事だと、そういう発言したのはですね、やっぱりウクライナ侵略があってことを踏まえてですね、であの時にですね、アメリカは軍事的には動かないと、それを言ったことによって、プーチンも行くぞっていうふうになったと思うん でその時に安倍元総理はですね、ああいう時はですね、テーブルの上に全ての選択肢があるということによって、抑止力を働かせるべきだと、そうするべきだっていう、ある意味バイデンさんを否定するような発言をしまして、でその後ですね、台湾有事は日本有事だという、それを東アジアに持ってきて台湾危ないんじゃないかっていうところに想像を働かせたわけですね、安倍元総理は。でさらにはですね、台湾に対するアメリカのですね、曖昧戦略は、やめるべきだと、そういうふうに、アメリカに対して意見をしたわけですね。だから、これ私の想像ではそういうことがつながって、バイデンさんなのかバイデン政権の誰かなのかちょっと分かんないですけど、安倍元総理を疎ましく思ったと、そういうストーリーですね。これが本当かどうか分かんないですけど、長尾隆議員の動画の最初にはですね、確信を得たっていうことを言ってたんで、何らかの、情報が長尾元議員得たんじゃないかなと、そんな風に、読み取れました。であとはですね、これは以前の動画でも紹介した青山繁晴、議員のですね、安倍元総理暗殺、真相に迫るという僕らの国会459回の動画ですね。でこれではさらに曖昧にしてまして、ただ青山議員が最後の方にですね、アメリカの大統領のケネディ暗殺ですね、これとつなげて、ケネディ暗殺のように闇に葬ってはいけないっていうことを言ったその意味ですね、それが今回の長尾議員の動画とのちょっとつながる部分があって、あの時は何ですか、CIA の人がやったんじゃないか、そういう話してたと思うんですけど、だから同じような背景が安倍元総理銃撃にあると、そう睨んでのそういう発言だったと思うんで、私はこの2つの動画からですね、いわ民主党政権の、バイデン政権と、長尾議員は言ってたんですけど、そこら辺が、
暗殺の背景にあると、まあそう睨んだんじゃないかなと思うんですね。で確かにですね、こういう YouTube で安倍元総理の事件のことってちょっと引っかかりますよね。収益の件とかですね、まあ、YouTube で引っかかるのって、まあ、ワクチンの話とかですね、アメリカ大統領選の話とかっていうのが、まあ、よく引っかかるんですけど、なんでそこに、まあそういうのはね、アメリカの問題なんでわかるんですけど、安倍元総理の件も引っかかるっていうのはなんかちょっとおかしな、ずっと疑問には思った部分があるんで、ただ今回の長尾議員の動画を見て、うん、そうかなっていう感じで私も思ったんですけどね。で、まあこういう、まあいろいろ仮説を立てるときにですね、まあ私も、まあ山上容疑者単独ではないんじゃないかなっていうのはなんとなく想像できるんですけど、まあその背景に、まあ、外国勢力があるとしたら、まあ一部がまあやっぱり中国を疑いますよね。中国、ロシア、北朝鮮あたりだと思うんですけど、まあそこにじゃあアメリカの一部の勢力が入ってくると、まあそれが果たしてどうなのか、そのでもしそうだとして、まあ真相にたどり着けるのかっていうのはまあ分かんないですけど、まあともかくですね、ちょっとこの2つの動画見てない方いたらちょっと見て、いろいろ考えてみてもらいたいなと。で今まで発言が慎重だった長尾議員がこういうことを言ったっていうのは、まあ何らかの根拠があるんじゃないかなと、まあ私はそう見てまして、でそういう控えめな発言だった長尾議員がこの YouTube の動画で言ったんで、ちょっと私もこれは大事な動画なんだろうなと思って、ちょっと今日紹介させてもらいました。まあ取り急ぎですね、短い、話になりましたけども、ここで今日は終わらせてもらいます。ありがとうございました。